10月17日、松山市中西外のパルカフェドッグランでワンニャンションパーティーが行われました。これはペットや家族との暮らしをより良いものにしてもらおうと、松山市内でペットと暮らせる賃貸物件を取り扱っている杉住宅が開いたものです。この日は松山市内外から愛犬を連れた親子連れなどおよそ40人が参加。ペット用食器スタンドの DIY や陶芸体験、カメラマンによる写真撮影やお菓子ハウス作りなどのワークショップを体験しました。11月、1日にワンニャンションプランというのが始まるんですけども、杉住宅の方 でそれに先駆けたキックオフイベントとして今回このイベントをさせていただきました。マーケットさんに来ていただいたりとか、うちの、案内ブースをさせてもらってますし、犬に関するワークショップを何点か開催させていただいてます。コロナ禍で、家で過ごされる方が多いと思うんですけども、それに伴って、ペットの需要というか、ペットを飼われる方も多いと思うんですけども、それとは逆に多頭飼育崩壊といいますか、いっぱい飼われてですね、殺処分という形で失われていく命もありますので、そういうところをですね、うちの会社として少しでも力を入れていけれたらということで、今回取り組ませていただいてます。ここのドッグランは初めて来たんですけど、犬も広々としててこの DIY で作ったものもワンコにいっぱい毎日食べさせてあげたいですこれからも第犬と第一に生きていきます久しぶりにお菓子の家とか作ってみたんですけど、犬小屋を作ってみて愛犬の名前も入れれたし、可愛く作れてよかったのと、小屋自体が頑丈に作られているのがすごいと思いました。絵を描いて自分のお皿が増えたので嬉しかったです。また今度も作りたいです。すごく楽しかったです。トマトやるのが楽しかったです。参加者にとって今回のイベントは家族や愛犬と触れ合う楽しい一日となったようです。